もの着方教室さくまですとご挨拶しても、なんか今日の姿おかしいなっていう感じですよね。どこか天才バカボンのようなこの姿、ちょっと一周回ってみましょう。こんな感じですよ。まずは今のくるっと回ったとこを見て間違い探し。もうね、お気楽屋の動画いつも見てくださってる方ならば、あ、ここはおかしい、ここはおかしいっていうとこが満載の着方を今はしていますよ。これから夏の時期、浴衣のね、本番のシーズンがやってきますよね。浴衣を着ていただく上でよくやりがちな間違い、そしてここは大丈夫だろうなと思ってやっていても実は恥ずかしいというとこを今日はピックアップして皆さんにお伝えをしてみようと思います。まずです、一つ一つ種明かしをしていきましょう。細かいことを言うとね、いろいろあるかと思いますけども、今日のこの着姿でまず5つ間違い探ししてくださいっていうとこです。一つ一つご説明していきますね。じゃーん、今日は画像がミラー写しなの、どうなってるのって思われた方、大正解です。まず打ち合わせ、逆ですよね。自分で着られるときはそうでもないかもしれませんけども、お母さんに着せてもらったり誰かに着せてもらったりっていうときに、この間違い結構あるんですね。お祭りに行かれていて、あら、あの人の打ち合わせおかしいなって思われた時ないでしょうか。人に着せるときはよく注意をしないと、慣れないときはこの逆の打ち合わせやってしまうことがありますよ。よく左前は縁起が悪いと言いますよね。左前なってないじゃないの、これ右が前よねっていうことですけども、自分から見て初めて前の方が左ということですよ。ですから今の打ち合わせは逆ですよね。そうして2番目、これね、よくやりがちですよ。お気楽屋でも浴衣だけのお着付けさせていただくことあります。その時に浴衣持ってきて、紐持ってきて、伊達締め持ってきて、あら、肌着が入っていないっていう時あるんですよね。肌着どうされましたかというと、中に着るもんだから1枚でも少なくして涼しくしたいんです。透けないから大丈夫ですよねって言って言われることが多いです。確かに浴衣こうやって着て足元を見ると自分では透けてない感じがするんです。自分で見える方どうでしょうか。上前があって、こっち開けてしまう、逆です。今日は下前がありますから、生地は2枚ありますので足を開いたってそんなに透けません。街に出るとライトありますよね、明かりがあります。今日は用意しましたよ。ほら、後ろに置いたって足そんなに透けない、大丈夫じゃないって思われます。でも後ろから見るとどうでしょう。じゃーん、わかりますかね。今日ちょっとね、室内は明るいですから分かりにくいかもしれません。ちょっとほら、足におっきり、足におっきりだけならまだいいですよ。股のとこまでおっきりなんです。結構これ恥ずかしいですよ。必ず下着はつけてくださいねっていうのはこういうことです。なかなかね、実際に見ることないですから、今みたいにライトが当たったとこ見るとドヒャッとしますよね。そして3番目、バカボンのパパみたい、バカボンかな、着姿どうでしょうか。丈が短すぎます。小学校のお嬢さんならこれでもいいかもしれません。可愛いですよね。ですけども、ある程度年代がいくとこれではちょっと短すぎるというとこです。
4つ目、どうでしょう。顔周り、レモンを今日は全然抜かずに来ています。そうすると顔は大きく、もともとちょっと大きい、けどもっと大きく見える。そして首がなく見えますよね。だって襟がここまであるんですから。私の首は本来はここからですけども、隠れてますので、エモンを抜いていないとやはり首は短く、顔は大きく見えてしまいます。そして最後5つ目、帯しっかりね、ほどけないように結ぼう。ギュッギュッギュッって結ぶと、どうでしょう。胸が乗ってしまって、全部同じ力で締めてますので苦しいし、なんとなくズドンとした着姿になってしまうということです。今日この5つ、この後で改善をしながら動画作っていきますよ。今の中で一つでもドヒャッとしたなって言われる方、この後の実践編ゆっくり見て、ぜひ改善して今年の夏は浴衣で楽しんでくださいね。ではごゆっくりご覧くださいね。それでは先ほど見ていただいた間違えを今から一つ一つ改善しながら、大人らしい着姿の浴衣作っていこうと思います。まずはちょっとね、全部見ていただくのははばかられるので、ちらっとお見せすると、先ほどは何にも下につけてませんでしたけど、今度は肌着をつけました。この時に一つ注意があります。洋服のスリップでもいいですよねって言われる方結構多いんですよね。洋服のスリップでも大丈夫なんです。大丈夫ですけども、必ず先ほどの足がにょきり、股がにょきり思い出してください。短いとあんな風に足が透けて見えるんです。ですから着物です、着物スリップでも洋服のスリップでも、そして裾よけでも、丈がある程度長いものをぜひ下まで着てくださいね。そしてできれば、私はこのようなウエスト補正のパッドを入れましたけども、タオルでも何でもいいです。薄いものでもね、ご自分の適所に適量というふうにお伝えするように、ご自分にぴったりな補正の量を必ずウエストに入れてみてください。そうすることで帯の下の汗も取ってくれますし、後で締める紐類や帯板、帯が当たるとこも肌に優しくね、当たってくれますので、後でカイ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 、金管探してっていうこともなくなりますよ。まずこれが一つ。そして着丈をまず決めていきましょう。先ほどとね、ちょっと順番が変わってきますけども、着る順番でお伝えをしていきますよ。着丈の決め方お伝えをしていきます。この時に浴衣の寸法、着丈もね、ちょっと関係してきます、私のこの浴衣は本来だったらウエストベルトで締めるこの浴衣のね、丈になってるんですね。皆さんも一回着られてみて、丈はどうがいいかなっていうのをね、一回確認をしてみてください。そして私のようにウエストベルトでこの浴衣着ようかなって思われる方は、着丈を決めるときにもうくるぶしの下スレスレで決めていただいて大丈夫です。なぜかというと、ウエストベルトはウエストで締めますよね。そしてご自分の寸法にウエストベルトを合わせていれば、そんなにぎゅーっと体の中には入っていきません。ということは、今決めたこのくるぶし下の丈がもう上がるということはね、ほとんどないんです。ですので
ウエストベルトをウエストで着るだけでもう仕立てた方はくるぶしの下に合わせましょう。私は今日は皆さんがよくお持ちの腰ひもで着ていこうと思いますので、腰ひもはウエストでは締めませんよね。この硬いグリグリっとした骨の少し上で締めます。そしてしっかりと締めておかないとこの丈が安定しないんです。ということは見ててくださいよ。先ほどのウエストベルトと同じに着丈決めたらいいよねって決めてみても、今から腰紐をしっかり締めると、はい、下に注目ですよ。ほら上がるんです。最低でも3センチぐらいは上がってしまいます。ほら前から見たらこんな感じ、ここで決めた感じがこんなになります。なのでご自分が今から使われる紐、ウエストベルトによって丈は決めていきましょう。今日は私は皆さんがよくお使いの腰紐で切っていこうと思いますので、くるぶしよりも少し長く丈をまず合わせました。身幅も、はい、ちょっと長く合わせましたよ。はい、そしてたるみを上げておきました。はい、腰紐です。腰紐はウエストで締めると苦しいです。グリグリとした腰骨の少し上で、はい、しっかりと下に注目ですよ。ほらこんなに上がるんです。これでくるぶしの下にちょうど合う着丈になってくれます。ですので上がるんだよということを必ず頭の片隅に置いて着丈を決めましょう。はい、そしておはしょり、ちょっと整えて、はい、下前上がってなかったらここで後ろに巻き込むように上げていきましょう。そうすると後ろから見てもすっきりとした足元が出来上がりますよ。はい、ここで一つ、夏はすごくね、暑くって汗かいたりしますよね。お祭りに行ってバタバタ遊んでるとなんとなくこの辺汗かいてきて襟がヨレヨレヨレってなります。そんな時ぜひ女性の方、大人の方は掛け襟の中に襟芯を入れられてください。右側下前の掛け襟、襟がねここ1枚かかってます、ガッタンってかかってますよね。この裏側を糸切りバサミでちょっと糸をほどいて、この中に襟芯を入れてみてください。そうすることで今から抜くレモンがほらすごくすっきり決まります。そして少々汗をかいてもあまりねこの襟がヨレヨレヨレとならなくなりますよ。はい、ここでざっくりと打ち合わせしたら打ち合わせの確認です。先ほどは逆に着てましたよね。ざーっと合わせたら必ずご自分の右手を懐に入れてみてください。右手が襟元にスッと入れば打ち合わせは間違ってないです。必ず右手が入るかな確認です。こうするとね絶対間違いなく切れていきますよ。はい、着丈も子供さんじゃなくちょっと大人っぽくなりました。打ち合わせも右手が入って逆じゃないな、足もにょっきりちょっとライトいきますよ。ほら全然透けなくなりました。足もにょっきりしなくなりましたよ。はい、ここまで来たらエモンです。ここはねお好みですけども、少しねここ抜かれる方が
涼しげですし、ほらさっきみたいに首が詰まって見えませんよね。お顔もそれなりに大きさ整ってきます。なぜ一重上げをして、はい、胸ひもです。私はいつもは後輪ベルトしっかりですけども、持たれてない方もね、腰ひもで難なく着ることはできますよ。はい、ここもぎゅっと締める必要はないです。もしモスの腰ひもを使っていただければ、ピタッと生地に合ってくれますので、ズルズルズルってね動く心配がないですよ。はい、シワを取ったら後ろペトッと撫でておきましょう。ここで長いなって思われるときは、おはしょりをまっすぐに整えます。そして縦締めです。縦締めすると暑くないですかって言われますけども、中のね芯がいいものを使ってると、そんなにね暑さは感じないですよ。はい、そうして帯板です。帯板をする時のポイントです。さっき帯をぎゅーっと巻くと胸が乗って、なんか苦しそうですよね。帯板の段階からです。お袖を上げたら帯板の下をつかみましょう。縦締めの下線に当てて、ほらこうするともう上が開きますよね。そして後ろで止めておきましょう。そうするとどうでしょう、先ほど胸がポーンと乗ってたのがすごく楽な感じになってきます。はい、ここで帯を巻いていきます。今日はね、肩バサミでちょっとすっきりと巻いていきます。この時もです、締めるのは下を締めていきたいんですよね。1回目は軽く空気を抜くだけ。はい、2回目です。2回目は帯の下です。手にかぶせて空気を抜きながら下線を確認していきましょう。はい、後ろの1枚目をつまんでおいて、はい、ここですよ。前にある手を右手に開いたら下にひねるだけ、キュッとひねるだけで下線が閉まって、上はもう楽なポジションができてきます。はい、脇まで行ったら半幅帯ですから、クリップを取って右脇下に留め替えておきましょう。クリップを使うと両手が使えますよ。手先を移動したら、タレを上に重ねて、はい、結んでいきましょう。今日は肩バサミ、タレを全部引き抜かずに、はい、余ったとこ中に入れていきます。これも前結び用の帯板を中に仕込んでいると、帯板自体がねそんなにグラグラ動きませんので、こうやって入れたりする時もね便利なんですよね。上から入れたら下からもちょっとお迎えに行ってあげましょう。長さを出していきますよ。もう一度引き締めといて下から出しましょう。はい、クリップ取って持ち上げておいて回します。はい、そうするとほら前はすごく空間がある結び方、下はお腹にぴったりとくっついています。そしてここも一つポイントです。帯板の下線はお腹がちょっと膨れたところにかかるようにすると、お腹の出っ張りが気にならなくこういう風にすると全体のフォルム、先ほど見ていただいた時と変わってるのがよくわかると思いますよ。そしておまけの一つです。風を送るお扇子、これもね浴衣の時夏は必需品ですよね。
先ほどの最初の動画どうでしたでしょうか。右側に刺してましたよね。それは大概右利きの人がね多いですから、右に取れる方に刺してみたくなるのはわかります。ですけども扇は必ず左側に刺してくださいね。このようにして夏のお出かけぜひ楽しんでみてください。今日の5つ、そして負け、ちょっと気にしながら浴衣を着てお出かけ楽しんでくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。